はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、呪術廻戦ウェアハウス、そちらの方をね、ご紹介していきたいと思います。ただね、これすごい手に入れるのに苦労したんですよ。はい、まあコンビニをね、点々と行ったんですよね。点々と、まあセブンイレブン行ったりスーパー行ったりで、どこにも置いてない。一応今日発売っていう予定なんですよね。うん、なのであれと思ってね、で諦めかけて、最後帰り道のローソン寄ったらありました。はい、でもまあワンボックスまるまるじゃないんですよね。うん、まあ、とりあえずこちらを見ていただきましょう。はい、じゃんとね、うん、ワンボックス20個入りなんですよね。はい、でもね4つだけね欠けてるんです。4つだけ誰か買ったんですよね。うん、なので16個、はい、16個しか買えませんでした。はい、まあ、これもね結構人気で、もう問い合わせがすごいらしいんですよね。はい、で正式にはね明日らしいんですよ。うん、発売が。なので明日またリベンジしたいと思います。はい、ということでとりあえずこれを16個開封してみたいと思います。はい、ということでね、早速1個ずつ、まあ、左からね順にこういう感じで開封していきたいと思います。ただね、4つ抜かれている状態なんで順番通りではないと思います。はい、そこだけご了承ください。では1枚目からねいきましょう。まあラインナップ見よう、その前にね。はい、ラインナップはキャラクターカードが14種で、表と裏で、違いますね。イラストと文字で、ビジュアルカードが4種で、スペシャルレアカードが7種で、スペシャルレアカードは、豪華金色箔押し仕様で、限定書き下ろしカードも収録と。はい、パッケージはこの2種ですね。はい、まあ、もちろんね五条先生狙いでいきたいと思います。五条先生のスペシャルカード、はい、それが欲しい。はい、これなんですよね、イラストがね。もうちょっとね、フリマアプリとかね、ヤフオクでも出回ってんだよね。ああいう人たち発売前にどうやって手に入れてるんだろうね。うん、不思議なんですけれども、では早速いきましょう。では1枚目いきます。せーの、早速五条先生来ましたね。ただこれはノーマルですね。ノーマル五条ですね。大丈夫、僕最強だから。いいね、ノーマル。あ、ノーマルじゃない、レアか。レア、まあレアでも箱押しじゃない。2枚目いきます。せーの、これは、あ、これ箱押しだね。これ箱押しだ。うん、これはスペシャルカードかな。はい、キービジュアルみたいな感じですね。うん、箱押してるね。はい、うん、SP って書いてある、スペシャル。イラスト的にもいいね、かっこいい。はい、はい、では3枚目いきます。せーの、あ、虎杖ですね。はい、主人公虎杖悠仁。はい、これはまあ、うん、01だね。ノーマルっていうのはないのかな、レア。どうなんだろう。生き様で後悔
したくない。では4枚目いきます。せーの、バヌ。パンダだ、パンダ、パンダだ、よろしく頼む。06、まあ、キャラクターカードが多分 R っていう表記なんだろうな。では5枚目いきます。せーの、お、ゲトウだ。これは、あ、これでもノーマルあるんだ。ノーマルですね、うん、君の考えてる絵図が描けるといいね。ゲトウ、はい、はい、6枚目いきます。せーの、イジチさんだ、うん、これノーマルだよ、はい、ノーマルだね。ゴゴゴゴゴゴゴジョーさん、イジチさん、はい、では6個目いきます。せーの、あ、これが多分あれだね、ビジュアルカードかな。白でもないね、はい、あ、ビジュアルは V って書いてある、ね、V、 ビジュアルカード。ではね、右の1枚目いきます。せーの、あ、ナナミンだ、ナナミン、これはレアかな。キャラクターカードだ、レア。ここからは時間外労働です。はい、ナナミ。では右側2枚目いきます。せーの、あれ、え、ダブルか、え、もうダブった。あれ、ゲトダブったな、早い。はい、では右側3枚目いきます。せーの、あ、犬巻、犬巻きましたね、犬巻トゲ。これもレアか、はい、他か、呪言師ですね、はい、ではいきます。せーの、バン。え、ちょっと待って、ダブりすぎじゃね、このボックスでここまでダブるか。あららら、ちょっと SP がもう1枚ぐらい出てくんないときついな、これな。いきます。せーの、あ、でもこれ、あれ、白押しだな。伏黒白押し SP、 あ、 SP の伏黒ですね。これ何気にあんま裏見なかったけど、裏も白がついてるね、白押し。あ、伏黒の白押しですね、うん、いいね。ではいきます。せーの、あら、マジでダブリ多いな、やばいね、これ。2ボックス買っても揃わない可能性あるよ、これ。はい、では続いていきます。せーの、あ、これは持ってないね、はい、ビジュアル2年生組、はい、いきます。せーの、あ、持ってない、ビジュアル。はい、ビジュアル。
はい、ついにラスト1個になっちゃいました。はい、これで五条の SP 弾けるか。頼む、来てくれ、楽させてくれ。いきます、せーの。あー、じゃあそううまくはいかないか。はい、全員巻き、はい、レアですね。キャラクターカード、はい、という感じでね、ちょっとデータの並べたいと思います。はい、ということでね、こんな感じで出ました。はい、SP がね、2枚ということでね、16枚中2枚、うん、でダブリがね1種類2種類3種類ありますね。ワンボックスにダブリが3種類以上は出るってことか。で白押しがね、その取られた4つの方に入ってたかもしれないんで、わからないですね、アソートが。うん、いやー SP 欲しいね。うん、まだ全然揃わないな。 SP があと5種あるんだよね。 SP5 種、いやこれね、ほんと人気みたいで、問い合わせたらね、一つのちょっとセブンイレブンに問い合わせたら、普通になんかね、入荷はするんですけど、ちょっと問い合わせが多くて、お一人様5点までとさせていただきますって言われましたね。久しぶりですよ、回数制限言われたの。ビックリマンの3枚までぐらい勢いで、はい、まあ、とりあえず電話で、明日発売なんでって言われたんでね、とりあえず電話で 5個だけ買うことを予約しましたけれども、はい、なのであと5個は手に入るんですけどね、うん、5個じゃ全然揃わないよね、うん、またちょっと巡らないとダメかな。いや本当これね、うん、すごい人気みたいですね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。いやー、やっぱね、コンプするにはもう一箱ぐらい欲しいね。ということで、明日またリベンジしたいと思います。はい、速攻で探しに回りたいと思います。いやー、これを見てね、まあ、皆さんも、あったらね、購入してみてはいかがでしょうか。ということで、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。